iPhone で今流行りの BTS って踊れます？ちょっとコピーしてきます。いいね。キャッホー。このメンバーの第一印象教えてください。はい。はい、じゃあ森さんから行こう。桜井さんが森さんを見た時の第一印象は、そうですね。森さん、YouTube でもこう見てたんですけれども、やっぱジムプロフェッショナルでこう何でもできる。イメージでした。ありがとうございます。それはイメージでとどめといて。もう何でもできる先輩っていうイメージ。いや本当に。なるほどな。あまり深く踏み込まないでください。じゃあさらに森さんを教えてあげるために、じゃあ藤原さんから見た森さんは？私から見た森さん。うん、森さんはそうですね。なんかこう一見やんちゃに見えますが。いいね。C は本当に繊細でしっかりしてます。うん、そうなんだよね。そうそうそう、すごい頼りがいがある。はい、うん、うちのお母さんが聞いてびっくりしますよ、繊細なんてこと。ね、私から見るとすごい家族思いだね。ああ、すっごい家族思い。うん、なんだろう、長女気質っていうのもあるのかもしれないけど、しっかり者ね。そう、もう背負いすぎんだよね。あ、あ、そうそうそう、だからちょっとね、可愛いだけに心配な森さんです。本当しっかりしてるね。うん、確かにあのやんちゃに見えるのも否定せず。いやでも自分でも思います。なんでこう見えちゃうのかなっていう。どの髪型にしてもやっぱりそうなんです。なるほどな。じゃあ次はですね、藤原さんに対して第一印象どうでしたか？そうですね、藤原さんはもうおおらかで優しい、こう雰囲気がもうほっこり、一緒にいるだけでこうほっこりする和むようなイメージですね。こういるだけでこう癒されるような優しい雰囲気の持ち主だなっていう印象です。うわ、っていうか、いや、もう本当によう分かってくれてるな。もう伝わります。ただね、ちょっとあのおちょこちょいやったりする。どうどうぞ。森さんから見て、藤原さん。しっかりしてて、しっかりしてて、とりあえず藤原さんに何かを相談すれば解決するしない関係なく、ちょっと安心できるというか落ち着くというか。うん、藤原さんに大丈夫だよって言われれば、とりあえずもう大丈夫になる。心強いな。お母さん的な。ああ、なるほど。もうとりあえず相談したいときは藤原さんにみたいな存在です。いやー、いいねー。素晴らしいね。っていうか、めっちゃ可愛いやろ。めっちゃ可愛いやろ。いや、これ可愛さってどこから来るんやろうと思う。雰囲気がもう、雰囲気からもう全部伝わります。優しさと可愛らしさと、ね、そうなのよ。で、あの めちゃめちゃね、頑張り屋さんなの。あね、入社して 1,2 ヶ月で講師となり。すごい。本当頑張り屋さん。うん、弱音は吐かないね。そうそうそう、なんか似てるのは不器用なんだよね、二人とも。二人ともそう見えないね。不器用なんだけど、途中私は諦めるのが上手な人なんだけど、彼女は諦めないから。ね。結構芯がこう、まっすぐ、こうするって言ったら、結構とことんそうする。そう不器用なままだから。意味のない粘り強さ。いやいやいや、そういうところありますね。うん、でも頑張り屋さんですよ、本当ね。いや、面白いね。中橋さんに聞いてみる。中橋さんの第一印象は、もうバリバリ働いてるかっこいい女性っていうイメージ。もう、なるほど。働く女性の方も代表ぐらいの方をイメージで、なるほどな。家のことと仕事と何でもこう両立してしまうようなかっこいい女性っていうイメージで。そっか、私の中ではかっこいいってイメージやねんな。
なるほどなるほど。それはでも確かに私入った時もそうでしたね。うん、そう思いました。ほんと子供3人育てながら、そのなんか仕事してるその姿というか、キャリアウーマンプラス、家では家でもなんか育児もテキパキやってる感じっていうイメージはありましたね。確かにな、そうやんな。藤原さんから見たら、あーでもそうですね、なんかこう優しい穏やかなオーラを感じて、なんか包み込んでくれるような安心感が。なるほどな、面白いなこれ聞くのな。うん、私なんか一緒に過ぎても分からへんくなってるけど。まあでも頼りがいあるよね、頼りがいあるし、あの人の愛情はね、1じゃないんですよ。もう2にも3にも4にも膨れ上がるんですよね。家族に対しても会社に対してもスタッフに対してもそしてお客さんに対しても、いや本当に愛情深い人やなと思うね。めっちゃあの伸びるしな、あの悔しいとかいう思いが、根っこにあるからかもしれないけど、まあ、とにかく努力するし伸びるよね。本当素晴らしいですね。いないのにこんなこと言われてる。いやでも本当、あの神さんの、一緒にいる時間をもっとこう過ごせば分かると思うんですけど、天然なところが怖くて面白いですよ。そうなんですね。あ、もう全然そんな印象ないのでびっくりです。本当に可愛くて面白いんですよ。これからちょっと見ていきたいです。そういうチューバーさんもあのね、末っ子なんだよ久美さんは。だからあのどこかあの自己開示がうまいっていうかさ、頼るのもうまいし、なんだろう、なんかその末っ子気質で天然なのかな。かもしれないね。いいね、ありがとうございます。いい動画が撮れました。ではでは。私はやめとこうと思ったけど。あ、そう、じゃあ、はい、じゃあ伊藤の印象はいかがでしたか。伊藤さんは本当にこう何でも知ってて、もう本当にすごく頭も良くてっていう、私の中ですごいイメージが最初からあったので、もう今でも緊張する存在ではあります。本当に、まあ、まだまだでも、まあ、すごく優しくいつも話しかけていただけるので、でもなんかこう楽しく初日からも緊張をそこまでせずに、こう何ですかね、こう皆さんとこうやって話したり動画撮影にも混ぜていただいたりできるのは本当に伊藤さんあってのことだなって思ってます。あの本当私そんな大した人間ちゃうから、そんなかしこまらんでも本当に構わないからね。ほんまに、いやでもありがとう。じゃあそのじゃあ実は伊藤さんはこうなんです、どうですか。実はを言っちゃっていいんですか。もちろんもちろん。実は、言ってることは合ってるので、それプラス、人を巻き込むのはうまいですよ。何もかも楽しいことも学ぶこともみんなでやろうっていう、この輪の広がりがすごく広いです。ああ、そうなんだね。そうなんだね。そうなんだね。ですよね。すぐ、もう知り合っても本当知り合ったばっかりの今日初対面っていう人もすぐこう仲間にこう。わあ、すごいですね。伊藤さんといえばこう何でも学べそうな感じします。ちょっと強引なとこあるよな。ね、巻き込み力すごいですよね。入る前に私もランチ会に参加させていただいて、就職試験を受ける前に、試験受ける前に。いや、またね、タイミング悪かってん、久美子さんが。っていうのは、もうあの事務員をやっとうと思って森さんが決まった本当直後ぐらいに、まあもしくはその面接が進んでるかぐらいの時に連絡くれて、久美子さんがね、あの入社したいと。で、え、もう決まっちゃうとこやねんけどと思って、じゃあ事務員じゃなくてコーディネーターって仕事もあるから、うちに遊びに来ないって言って、そうなんですね、ランチ会に参加したんだね。
いただけるなんて。なんてよく知った方がね、やりやすいからね。すごい、うん、本当にいい機会でした。ね、懐かしいね。はい、ということで、まあ、あの、できすぎる人ではないんですよ。結構おちょこちょいでいろいろ抜けてますので、そんな私よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。ということで、新しく入ってくれた桜井さんのご紹介でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。お願いします。